吉村調教師に栄新スポッターについてお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。先生、まずは今日行われた最終追い切りについて評価してください。まあ、先週ジョッキー騎乗で一周前にしっかり負荷をかけてますので、まあ、予定通り当週は確認する程度で十分だと思ってましたので、まあ、予定通りですね、調教もこなしてくれて、まず安心してます。はい、今日のなんかこう指示のようなものはあったんでしょうかね。まあ、逆に早くなりすぎないようにっていうところだけ伝えておいて、まあ、あとはもう最後は気分よくラスト走らせてあげてほしいということを話してました。はい、前回終わった後カラーですけれども、もうここを目標にということで調整を進めてこられたと思うんですけれども、まあ、先生が思う納得の仕上がり、いい状態でしょうか。そうですね、もう賞金もね、前走で加算できたんで、スプリンター目標で調整も進んできましたので、まあ、順々に来たなという印象です。はい、まあ、先生、この馬非常に鋭い素足を持っていると思うんですけど、まあ、レースでこの馬の良さを発揮できればというような思いなんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりちょっと客室的に展開もね、注文つくところはあるとは思うんですけど、まあ、でもやっぱりいい決め手は、ね、持ってる馬ですので、はい、その決め手が、まあ、前回も出ていたのかなというふうに思うんですね。キーンランドカップ2着という競馬でしたけど、この競馬を振り返っていただけますか。まあ、スタートから二の足まではやっぱりちょっとやっぱいつも通りね、どうしてもこう促し行ってもすぐにこうスピードに乗れないところはある馬なんで、まあ、いつも通りちょっと後ろかなと思って見てたんですけど、まあ、それからが、まあ、直近も内に進路を取りつつ無理することなく中段ぐらいに今ね取り付けてたんで、はい、まあ、あの位置ならいい位置取れたなと思って見てました。はい、まあ、収穫のある内容だったということなんでしょうか。そうですね、まあ、小回りもね、まあ、小倉も使ったりしてたんですけど、まあ、あの辺のがやっぱりさすがモレラだなと思って見てましたけどね。はい、まあ、今回がまた条件変わって中山の芝 1200m という舞台ですけれども、この点についてはいかがでしょうか。そうですね、まあ、小回りよりももちろん中山ですから直線短いですけどね、小回りのコースよりもコース自体はいいと思うんですけど、まあ、去年も一度 G1 で、ね、スプリンター経験してますし、そういった G1 の流れを経験してるっていうのもね、してくれればなと思います。中山の坂自体は特に気にされてはいませんか。そうですね、まあ、オーシャンステークスとかも経験あるし、うん、坂がダメってこともないと思いますんで。はい、最後になりますけれども先生、抱負をよろしくお願いします。ね、まあ、本当に、ね、この馬丈夫で今までも大きなアクシデントもなく順調に使えてますし、まあ、すごい競馬も素直にね、いつも力を発揮してくれる馬ですので、今回もなんとか頑張ってね、いい走りをしてほしいと思いますので、応援のほどお願いします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。